寒い冬の一日の終わりにはお風呂の中でゆっくり雑誌のレシピチェック。今回見つけたのはこのレシピ。体も温まったし、明日の買い物に備えて今晩はおやすみなさい。翌日、夜が明ける寸前の空。今日はいいお天気になりそうですね。今朝もいつものオーツ麦とバナナの朝ごはん。さあ、昨日見つけたレシピのチェックをしましょうか。オッソチーズのポタージュスープ。オッソチーズってどんなチーズなんでしょう。今回は3人分で作ってみます。買い物リストもできました。これからオーガニックのマルシェに向かいます。ここがいつものマルシェ。ここにあるのは全部有機栽培の野菜たち。ドラゴンフルーツがありますね。そしていつものパイナップル、リンゴ、みかん、これは香菜、コリアンダー、ポロネギがありました。今回はこれを使います。そしてジャガイモ、これも使います。そして今回のレシピに欠かせない大切なチーズ。数えきれないくらいのたくさんの種類のチーズ。今回のレシピに必要なのはこれ、オッソイラティ、バスク地方の羊のミルクのチーズ。そして次に向かったのはパン屋さん。ここで美味しいパンを買いました。私の大好きな公園の中を通って帰ります。パリ近郊住まいの良いところはこんな自然が多いこと。この公園は犬の散歩をしている人が多いので、ワンちゃんもパンのいい香りにつられてやってきましたよ。今回のお買い物の成果はまずこのトルトーフロマージェ。私の動画の中でも作ってみたのでご覧になってみてくださいね。チーズ、パン、ポロネギ、コリアンダー、白菜、タイム、白ワイン、ジャガイモ、玉ねぎ。これは今日の八百屋さんが新年のご挨拶にとくれたもの。木製のエッグスタンド、素敵ですね。料理を始める前にまずキッチンのセッティング。さあ、これで準備完了。まずチーズをダイス状に切りましょう。オッソイラティが手に入らなければコンテなどのセミハードタイプのチーズでも大丈夫。次はポロネギ。そして玉ねぎ。最後にじゃがいも。熱湯に固形のチキンブイヨンを溶かしておきます。軽くオリーブオイルを敷いた鍋でポロネギと玉ねぎをじっくり炒めます。そこにバター 15g、 じゃがいも、チキンブイヨンを加えて蓋をして30分コトコト煮込みましょう。その間にクルトンの準備。フライパンにバター 15g を溶かします。そこにダイス状に切ったパンを入れて弱火でカリカリになるまで炒めます。あれ、少し焦げちゃいましたね。
30分煮込んだ鍋に生クリームを加えて、チーズも加えます。チーズが溶けたらハンドミキサーで滑らかになるまで攪拌。完成です。今日合わせるのは辛口のしゃぶり。とろとろで美味しそう。いただきます。これはまるでチーズフォンデュー。飲むチーズフォンデュー。そう、チーズフォンデューのポタージュスープですね。最高に美味しいです。白ワインも止まりませんね。クルトンも一緒に。冬の夜にぴったり。最後のおまけにこちらの映像。これは羊のソーセージ。今ではもう珍しくなってしまったフランス産の毛糸や、オーガニックの蜂蜜、シードル、小麦粉。次回また私の動画でご紹介しますね。